江戸時代から13代続くレイギルイエイムと礼儀マナと地獄から来た評論家の、<laughs> 違えっ<た>と、江戸時代から13代続くレイギルイエイムと礼儀マナと地獄から来た評論家、地獄球場のここがすごいベスト 3! 地獄さん、今日はどんなベスト3を教えてくださいますのはい、今日はですね、大谷翔平選手、大谷翔平選手のここがすごいベスト3をお届けします。まあ、 大谷翔平選手、本当にすごいですもんね。どんなすごいことを教えてくれるのかしらわかりました。それでは行きましょう。大谷翔平選手のここがすごい。第3位は、<laughs> ちょっと待って。どっか行っちゃったですね。えっと、えー、第3位がどっか行っちゃいましたけども、えっ、ー、と、<笑><笑>ちょっともう一回、もう一回だ。はい、見つけました。じゃあ大谷翔平選手のここがすごい。第3位はこちらです。じゃじゃーん。 気づかない <laughs>。ジオさん、これはどういうことですのはい、あの、大谷翔平選手ですね、あの、本当に野球に集中してますので、えご自身の口座からですね、えー、何億円もなくなっていても、えー、いちゃんがですね、それはなんかあの、えー、道元に送金しちゃっても気づかないと。大谷翔平選手の子がすごい大災は気づかないでした <laughs>。まあ、本当に大谷翔平選手、野球に、 だけ集中してるんですよね。そうなんですよ。じゃあ、ジゴさん教えてください。大谷翔平選手のここがすごい第2位は何ですのわかりました。大谷翔平選手のここがすごい第2位は、じゃじゃーん。漫画よりも漫画。<laughs> ジゴさん、これはどういうことですのはい、あの、これはですね、大谷翔平選手、えー、そもそも、えー ねバッターとしてもその、ホームランキングになるってすごいんですけど、さらに加えて、ピッチャー、これもだからセサイヤング賞を掃除とるんじゃないかっていう、ピッチャーもすごい。だから、えー、二刀流で、ね漫画のね、あの、作家がそういうことを持ち込んだら、編集部にお前これ、こんなあのことあらずねえだろうっていうふうに断られるっていうかね、ダメ出しされる。そんな設定なのに、さらに加えて、本当に自分によく似ている、 あの雰囲気の奥さんをねもらわれてその奥さんの写真を突然ねサプライズで出したりとかですねそれからキャリアの最高潮の時にですねキャリアの最高潮の時にああいう風に一平ちゃんがああいうことをやらかすってことでこんな <laughs> これもですね、えー、漫画の編集部にそういう企画持ち込んだお前なこんなな,なんか自分の頼りにしてた通訳が。 あのー、スポーツトバコに手を出してとか、そんなことあるはずねえだろうっていう。<laughs> そういうに断れるぐらいだからもう全てが漫画を超えている。漫画以上の存在ってことで。これが大谷翔平選手のすごいところでございます。<laughs> ジゴさん、本当に大谷翔平選手、すごいんですのねすごいんですよ。じゃあ教えてください。大谷翔平選手のコクがすごいベスト3。第1位は何ですのわかりました。大谷翔平選手のコクがすごい。第1位は、 少年 <laughs> リゴさんこれはどういうことですのいや大谷翔平選手そのようにですねすごい実績がありながら あの、野球場では少年のような純粋さとひたむきさがあると。これが人気の秘密だと思うんですね。ですから、アメリカの新聞が書いたそうです。今回のね、一平ちゃんのことを受けてですね。えー、大谷翔平選手が野球場の中で少年で居続けない、居続けたいならば、えー、野球場の外ではもっとね、大人としての常識を身につけなくちゃダメだって。それぐらいですね、アメリカ人も大谷翔平選手が、えー、少年の輝きを持っていることは認めてると。 ここが大谷翔平選手のすごいところですね。<laughs> 本当に大谷翔平選手すごいんですよね。でも、これから大谷翔平選手どうなるのかしらそうなんですよ。一時期はですね、その、一平ちゃんの問題で、永、え、久、ー、追放のキーということも言われたんですけど、やはりこれは漫画の設定なんで、そういう危機を乗り越えて、えー、今年、大谷翔平選手はですね、えー、ホームランキング、そして、なんと、ピッチャーも復活しちゃってですね、サイヤング賞を取ると。 え、こういう、あの、展開が待ってるのではないかと思っております。まあ、大谷翔平選手、本当にすごいのでですね。ということで、えー、今日も自己急増さんに、大谷、すごいこと、ここはすごいベスト3を教えていただきました。大谷翔平選手でした。どうも間違っちゃった。ボタン押し間違えちゃった。どうもいろいろ間違えちゃった。